はい、皆さんこんにちは。それでは、第5問やっていきたいと思います。熱力学ですね。でも、給与過程の差分の方は、第4問の C になります。はい、それではまず、新過程の方からですね。はい、滑らかに動くピストンがついたシリンダー云々と、よくわからんけど3つの、変化、3つの過程で、変化させますよと。 A は断熱、B は等温変化、C は低圧と、いうことになっています。はい、じゃあまず、聞かれるのは、熱の出入りがない過程は何とかであり、内部エネルギーが変化しない過程は何とかであると。このアはもう本当に舐めてますね。断熱変化って言ってるので、これが、熱の出入りを、させない変化と。で、次、内部エネルギーが変化しない過程は、内部エネルギーっていうのは温度だけで決まりましたね。内部エネルギーは U イコール、2分の3 NRT と、こういうふうに書けました。なので、T が変化しないものは U も変化していないよということになります。なので、T が変化しない、つまり等温変化が正解と。というわけで A が AE が B である2番が正解ということになります。はい、次、過程、3つの過程で、機体が外部からされる仕事をそれぞれ、WAWBWC とすると、これらの代償関係はどうなりますかと。仕事をするっていうことなんですが、今体積が V0 から V1 に変化すると。でその時ある圧力がかかっていて、それをこうギュッと押してあげるっていうことですね。で、じゃあその時に、仕事っていうのはどうなるのっていうことですが、まず、外部からこのピストンにかけている力の大きさなんですが、P0S みたいな大きさになりますよね。S っていうのはこれピストンの、断面積と。断面積。で、はい。で、で、それ、これだけの大きさの力ですよね、これ、F。これを、例えば L っていう長さだけ押してあげる。これが仕事になるんですが、今この S と L をかけたものっていうのは体積の変化分になります。なのでこれがまさに、SL で、 P はそのまんまですね。なのでこの、例えば、この C の過程の時はこの面積、これが外部がした仕事っていうことになります。じゃあ同じく考えていくと、C は困難、B はさらに、上乗せした、こんな、これだけ。で、A はっていうともっと上乗せした、こういう形と。なので、大きいのは、一番大きいのが A、次が B、最後が C になります。なので、この順番になっているのが、6番ですね。WA が一番大きい、次が WB、次が WC と。はい、じゃあ次、トイさんと、こういう3つの過程で変化させたときに、体積と温度の関係はどうなりますかですね。はい、で、今あるのが、まず、こういうの、次なんかぐにゅーっと曲がって、で、まあ、こういうので、今度は直線でこういうのと、あともう一つこうぐにゅっと、はい、あ、 V1 まで届いてないですね。こういうのと。はい、じゃあどれがどれですかっていうことですが、温度、はい、これは、T0 のまま変化しない変化ですね。はい、っていうことは、等温変化っていうのがあったんで、これは温度が変化しない、この O になると。でこの時点で、候補は3つですね。 O が入ってるのが2番4番8番と。で次、どっちから見てもいいんですが、断熱変化の時
断熱変化っていうのは、その前にあれですね、これが、ある温度 T0 の等温変化、等温曲線ですね。じゃあこれ温度を上げるとどうなっていくか、理想気体の、状態方程式っていうのは PV イコール NRT でしたね。で今 T が固定だった時に P と V の関係はどうなりますかっていうのを確認すると、見えますか、ね、見えますね。P イコール、V 分の NRT と。でこれ、反比例の、式ですね。反比例なんですが、じゃあこの T が大きくなったらどうなるかな、小さくなったらどうなるかな、なんですが、 T が大きくなれば当然こうこちらに膨らんでいくっていうのが想像できますかね。 T 大、まあなんか適当な数を入れてあげればいいんですが、例えば T が2倍になれば V ある V のところでは P が2倍になると。で、P が、すいません、P がある P で見たときに T が2倍になるんだったら V が2倍になるよねと。なんで外側にまず膨らみますっていうのが分かります。で当然等温曲線なので交わることがありませんよね。これとこれが交差したりってことはない、あこれは違いますね、例えばこれとこれが交差したりってことはないです。なので、大きくなっていくとこうやって外にで、大きくなっていく、温度が高くなると外に等温曲線が、膨らんでいきます。で温度が低くなれば中に、なんかもう 低い温度だと例えばこんな感じになっていくと。はい、でこれを考えると、このこれがまあ一つの T0 のと、見にくいですね、これが T0 の、等温曲線なんですが、この A の過程っていうのは例えばこの辺通ってるもうちょっと温度の高い、等温曲線を横切っていくと。なので温度がどんどん上がっていくっていうのが分かります。なので温度が上がっているものを探せばいいと。そうするとこれですね、かこれが A になると。あさっきこれ書いてなかったですね、これ O が B と。じゃあ、まあ、この時点で、か、A がかで、B がおになってるのが、もう8番。これで決定します。ただ一応、C、低圧変化も見ておきましょう。まあ、低圧だって言ってるんで、さっきのやっぱり状態方程式を考えてみればいいですね。PV イコール NRT と。で、V イコールの形、P 分の、P 分の NRT なんですが、この、こう書いてあげましょうか。P 分の NR、これも定数ですね。低圧変化。なので、これは完全に比例の式になると。V と T は比例した形になると。なので、この直線になっている U が正解になります。というわけで、3つ合わせて、8番が正解です。さっき聞いたっちゅうね。じゃあ次あれですね、Q 過程の、差分に行きます。で、大問4の、C ですね。はい、じゃあ見ていきます。はい、シリンダーに気体が閉じ込められています。で、まずこの断面積は、シリンダー、ピストンの断面積は S ですよと。で、滑らかに動く軽いピストンなんで、これ、重さは、重さは質量はないです。で、断面積が S で、まず、最初温度が T0 で、体積が V0 ですよと。で、外部の圧力、大気圧は、V0、P0 ですよと。で、これが、外が暖かくなってきて、まあ T1 に、外がまあ T1 になったんでしょうね。なんで中も T1 になりました。で、まあ体積が増えましたよと。で、メモリがつけてあります。最初ここを0として、この時には H1 っていう高さまで上がりました。
っていう、問題です。はい。じゃあ、問題見ていきましょう。こっちからこっちに、機体が膨張するとき、機体が外部からされた仕事を W、機体が外部から吸収した熱量を、Q とすると。W と Q の組み合わせは、正ですか、負ですか、ゼロですかっていう問題です。まず、仕事が聞かれています。これ先ほどもそうだったんですが、機体の体積が減るっていうことは、ある圧力、まあ圧力が変化することもあるんですが、それで、外部が押すってことですよね。なので、先ほどの、ように、仕事を外部がしたということになります。で、今回、じゃあこれはどうかっていうと、膨張している、ある圧力、もちろん変化するんですが、ある圧力で、機体が仕事をしたっていうことになりますね。なので逆に言えば、外部からされた仕事っていうのは負ですよと。なのでまず負が、仕事は負が正解なので4から6番のどれかになります。で、次が、まず、外部からした仕事、外部からエネルギーが入ってくる W ですね。で、外部から吸収した熱、これもエネルギーと。で、それが、蓄えるエネルギーというとおかしいですが、内部エネルギー、内部エネルギーの変化、蓄えられたエネルギーになると。こういう関係があります。で、今、温度が上がったみたいなことが書いてあります。なので、これは正ですよと。で、これは負ですよと。じゃあ、これは正じゃないとダメですよね。なので、Q は正が正解と。なので、先ほどの2つから、4番が正解になります。はい。で、次の問題なんですが、次の問題は、まあ、本当違うんですけど、ラッキーなことに、というかまあ、この2つを受けた人っていうのは多分いないと思うんですが、いるのかな。先ほど進化程の問題で、ありましたね。問い3、図2、こちらですね。ここでやりました。低圧変化の時、V と T は比例すると。なので、今回もそうですね。V と T が比例するんだから、その、T の差分と、V の差分も比例するでしょう。そういうことですね。なので、その関係をまず書いてあげると、まず T1 から T0 変化すると、V の差分っていうのは、すいません。イコールじゃなくて、比例の式を書きたいと。T1 から T0 ですね。V の、T の差分と、V の差分、H1S ですね。これは比例するので、そうですね。すみません。T1 じゃなくて、今度 T という状態になったとき、温度 T という状態になったとき、これは、こういうふうに、HS と。こういうふうに書いてあげると。なので、まあ、内分外分とってもいいし、まあ、もう、パッと見たらできるわ、みたいな。でもいいですけど、そうすると、そうですね。T1 引く T0 分の T 引く T0、H1 と。これが H になります。はい、よろしいでしょうか。で、次。はい、ピストンの上に重りを置きましたよと。はい、これも、図を書き忘れていました。こっちがもういらないのかな。こっちいらないですね。ほいほいほい。よいしょっと。ピストンの上に重りを乗せました。すると、機体の温度が T0。重りを置いた後に、放置したと。そしたら、まあ、外部の温度と等しくなるので T0 になりました。で、ここの、高さの差、メモリは、マイナス H2 っていう、メモリになりましたよと。じゃあこれ、
この時、ボイルの法則から、P0V0 イコールなんとかという関係が成り立つと。まず P0V0、思いつくのは P0V0 って言われたら内部エネルギーなり、状態方程式なりなんですが、まあ、T0 が共通なので P0V0 イコール、P2 とか V2 とかそんなものは、値は一切出てきてませんが、こいつの P2 と V2 です。で、じゃあ P2 はどういう圧力になりますかっていうと、まず大気圧で押してますと。であと、MG という力がかかるんですが、これを、断面積 S で割ったもの、これと、等しいですよと。なんで囲うし、はい、こうですね。 P2 は P0 プラス S 分の MG と、こういう関係が成り立ちます。はい。であともう一つは、もう一つはなかった。V2 ですね。 V2 を違う形で表したいと。じゃあ V2 はいくらかっていうと、 V0 ですね。ここまであれば V0 から SH2 だけ下がったものと。なので V2 は、V0 引く、H2S と。はい。であとはこの2つをここに代入してあげればいいですね。はい。 P0 V0 イコールカッコ、P0 プラス S 分の MG、 もうかかんでも問題文見ろよって話か。はい。かける、V0 引く H2S と、はい、こうなります。なので正解は4番になります。はい。今回は熱力学をやりました。そうですね。熱力学、いろいろ覚えることが多いような感じもしますが、基本的なことを、理解しておけば、いくらでも式を、思い出したり、どれが正しいかなって見つけることだけはできたりします。ただまあ、毎回これなんですけど、やっぱりセンターは速さが勝負なので、できるだけたくさん式をパッと使えるようにしておいてください。本日はこれで終わります。